さあ、ということで、さっきの悟空使ってみたがなかなか面白かったんで、こちらのピッコロにも期待ですね。悟空と違ってちゃんと最初から説明書読んできてるんで、はい。さっきの悟空、だいぶ俺も沼プレイすぎたんで面白かったっすね。さあ、よろしくお願いします。再生だけどいないっすね。で、僕の再生はね、これ21号マジで俺押してるんだけど、押しなんだけど、どう？みんな使わないかな？俺紫、いやー、黄色強えなー。いや、順分も強え。どうしよう。もうこれでいくか。ちょっとセル出すの勇気がなかったですね。ピッカスが怖いんじゃ。さあ、よろしくお願いします。ただ、こいつがね、敵に待機カウント付与とか持ってるんで、お、即なんだ。これ変えてきてほしいな。変えてきてほしいな。変えてこないので、打撃ドローできるんですよ、こいつ。さあ、腕伸ばしまくって、いつかさ、ブーもめちゃめちゃ腕伸ばすやつ出るかもね。まあ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 。これ跳ねてんじゃね、さすがに。ほらね。射撃なら落ちてたね。オッケー。射撃なら落ちてた。もったいねー。打撃ドローあるんで、このピッコロに泥足ついた状態だったらめちゃめちゃコンボ繋がると思うんだよな。メイン。メイン使わんの？メイン使わないんだ。あついこう。メイン使わんの？即行ってみようか。お前、空振り方やばすぎ。引かれてたの今。いや、射撃あっこ打ててればな、めちゃめちゃちょっと最悪なんだけど、話変わってくるんだけど、泥足やばすぎ。泥足やばすぎ。いつまで続くんそれ。必殺持ってます、これ。名探偵9人。救急車も来ました。さあ、読んでいく。スポーツマンシップする余裕はないです。はい、見て射撃。胸、ただチャンスでしたね。よしよしよし。いやー、ちょっと。いやー、これは俺がいけねえわ、使い方が。射撃で落としてましたね、順部。マジでもったいない。俺のせいです、これ。いやー、メイン切るか。オッケー、これでかいね。こいつ落とせるのすごいでかい。中距離打撃なんだ、そこ。相手の打撃強っ。あ、これは非常にバッド。なかなかびっくり見えないな。オッケー。泥足オッケー。21のメインってさ、体力回復するんだっけ？忘れちゃった。強っ！やりますね。射撃強いよ、ここの。オッケー！甘えんだよ。甘いまよ。おで、これ交代禁止なんですよ。交代禁止なんですよ。来るかな。もうこれ正直ね、場に使わせりゃいいんで、必殺ぶっぱいきます。おい、ちょっとさっきのは俺が本当にかわいそうなことしたんで、今回はめちゃめちゃ活躍させます。すげえな、カマロゼの凸えげちいな。前職いんのか。セル。いや、青いないから。いや、まあ、結局こうなるよね。こうなるよね。こいつね、泥足持ちつつの打撃持ってくるキャラクターなんで、1周年の紫のベジータブルーみたいな、あんな感じで使える。んで、もっとね、輝かしてあげたかった。最初のコンボだけでね、終わると思わなかったわ。あんなワンパンされると思わなかったわ。なんやお前。女の子かなあ、これメスの匂いするわ。うん。ガールズタグついてる。おい、早くしろや。いや、今俺に DM 送ってるのかな？くにさん、今マッチングしてるものです。実は好きでした。来てるかもしれない DM。お！クソガキから DM 来てました。あれ？匂い嗅いだら逃げられちゃいましたね、ももちゃんに。さあ、よろしくお願いします。ただこれ赤クソ通ってるよ。すみませんが？赤クソ通ってて、泥足もありますからね、こいつ。いいやん、強いやん。めちゃ強いやん。めちゃ強いやん。居座って、射撃打つか。ようやく。お、うまそうな匂いだね。見て射撃遅れたけど、まあまあまあ。いや、出てきそう。これ外そう。今の甘くね、相手。傍若で確定だったのに。いや、マジ強えよ。こっからマジ強え。泥足もう一つの打撃持ってくるんで、こういうことができるんよ。マジ火力やべえ、こいつ。さっきワンパンされてたけどさ、火力はやばいよ。おお！弱って思ったら最後の一撃強。交代ムーブなんですよ。さあ、復活アンチ。いや、これメイン切りてえよ、正直。ちょっと欲張っていい？相手ここ絶対何かしてくる盤面なんで、ちょっとメイン切ります。あれ？おい、達人の真似か、お前。タックル UG なん、おーえずらした今、相手が。打撃案、うえっすー打撃案ができないよ、お、待ってこれやばいんじゃない？ピッコロパイセン。ほら、やばいよ、こいつ。火力やばいよ、マジで。え、行くっしょ、これ。やれれれー強おい、近づいてくんな、マジで。くせんだよ、てめえ。え、強いやん。1試合目なんかさ、ザコとか思ったんでしょ。お前ら、本当にさ、すぐザコって決めるよね、なんか。何される俺、今から。あ、いいよ、全然いいよ、それは。なんかさ、3周年の崩壊ザマス来た時もさ、最初さ、耐久力ねえから弱いみたいなさ、すぐ言う、クールゲチケイエーンすぐ決めつけるよね、君たちって。あ、やべ。ウィスあ、カバチェン向こうやん104。面白いね、このゲーム。メイン。はい、行きまーす。すぐ耐久ないキャラザコとか決めたがるよね。はぁイライラすんなおい、マジで、こいつだけは絶対殺す。あ、死んだ。メイン。やばっ。いやー、これ絶対回避圧なんだよな。あ、違った。いや、セル使ってんのマジでいけ。それ避けるのクソ下手やけどさー。オッケー、冷静沈着。危ねえ。は、なん。もらいます。はい、バカおつえもらうに決まってんだろ。バカかてめえは。見てわかれ、ボケ。ウィスーおらおらおら、どうしたさっきまで楽しそうだったな、お前。さっきまで楽しそうだったな。ちょ、待って、やばい、待ってない、やばい。いや、どうせタックルやろ、こいつ。何も分かってないやろ。もう、どんだけ読むんだよ、てめえ、さっきから。もう、やばいって、マジで。俺、死ねえよ、お前。近づいてくんじゃねえよ。くせえんだよ、息が。あー、やべえあらーいきたー。さっきは随分と楽しそうだなっつったらエルヴィン団長来たわ。リヴァイかと思われて。こいつはもう、上位勢では有名なガガ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 イのガイなんで、気をつけて戦いましょう。こいつマジでね、本当にエルヴィン団長の特攻みたいな感じで遠距離打撃めっちゃしてくるんでね、気をつけないと。あと、色もお祈りカバチェンも相当してくるんで、要注意人物ですね。ぶっ殺したるわ、こいつ。よろしくお願いします。で、こいつ、外事に見えて、回避は刺さんないんだよね。なんか地味に。地味にそこだけ、おしゃんって、おらおらおら、どうした?楽しそうだな、お前。外すか。即じゃない?あー、なるほど。いや、てか、それはザマスが強いだけ。別にお前が上手いんじゃない、それは。ザマスが強いだけ、それは。オッケーオッケーオッケー、意外と耐えてるよ。危ねお前、馬ぶりいいって。なんその馬ぶり何がしたいんだお前、それは。待機短縮じゃねえ、あれつけて。結構効くよ、不利に。ヒット確認しようとしてんのこれ、もしかして。脳死じゃないんだ。え?もうさ、今さ、そうと違ったんよ、今、そうと違った。わかるかな、君たちに。あめんだよ、ザコ。おいおいおいオッケー。うわ、手があ、待って、待って、やばい。思考がやばかった、今。ちょっと待って。お祈り来るって思って反射的に打っちゃったけど、こいつ踏ん張り終わってたわ。やべえ。まあ、いいや。今日やべえな、ちょっとやばい。PS がやばいぞ、4桁だ。初めて見た人に失礼かもしれない。失礼というか、びっくりされちゃう。うーっこれ見たいわ、普通に。さあ、ご飯をね、触手でレイプしていく。結構入るんじゃない?やばい、330万って。お前の年収ぐらいか。いや、そこヒット確認入れるんだ。てか、俺押しとったのに。でこれもらいます。ライジングってきそう。どこにやったわ。さっきのバカと違うね。ベジブル来るか?早いんで反応できないですね、エルヴィン。出てこい。うーっせー。俺が射撃撃つと思ったか。バカかてめえは。見てわかれ、ボケ。固定ムーブなんですよ。さあ、メインで手札割って、手札抹殺発動して。うーっすー。俺は強えぞ。俺は強えだろ、こいつめちゃくちゃ。俺は強えぞ、めちゃくちゃ。おら面白。今日面白いな、俺めちゃくちゃ。下手くそだけど。俺が下手くそだけど。下手くそやけど面白いな、今日テンション高いな。ということで、新キャラ2体とも使ってみた動画今回面白く撮れたんじゃないでしょうか。ピッコロはもう完全に見てもらったらわかると思うけど、アタッカー寄りだね、完全に。1試合目、属性優位とはいえ、一つでワンパンされたんで、もうしっかりとね、もう火力ゴリゴリのキャラクターなんでね、火力大好きな人は引いていいかもしれませんね、こっち。でもやっぱり悟空は、もういいや、喋るのやめます。寝ます。おやすみなさい。